半年で10キロ痩せたワンパンで簡単激痩せスープ。まず鍋に水を流し入れたら豆腐を投入。お好みの大きさになるようにヘラで崩していく。包丁で切るよりも断面が広くなって味が染み込みやすくなります。包丁が苦手な人にもおすすめ。カニカマはお好みの細さに手で裂いていく。太ければ食べ応えも出るのでお好みでどうぞ。そこに鶏ガラスープの素を加えたらここで火にかけていく。鶏ガラスープの素が溶けたら温まるまで待っていく。時折かき混ぜながら豆腐が崩れないように温めていくのがポイント。野菜を加えたい人は火にかける前のタイミングで入れれば OK。 全体が温まったら火を弱めて溶き卵を流し入れる。溶き卵を流し入れたらお好みの固さまで待ち、全体を混ぜ合わせれば OK。 すぐかき混ぜれば細かい卵、少し放置すれば食べ応えのある卵ができます。個人的には10秒ぐらい待つのがおすすめ。最後にお好みでブラックペッパーとネギをかければカニ玉豆腐スープの完成。 LINE 登録後アンケート回答で痩せるプレゼントを配布中。登録は概要欄から。